はい、今日は4月の27日水曜日です。今日も三経経の音読を行います。毛沢東は宋汪真と題した詩を1958年10月に発表している。中華人民共和国の成立後、各地で銃血休中症という寄生虫病が蔓延していた。疫病を司る汪真を送り出す、つまりロスコー下流という地域限定ながら制圧の成功を称えたものだ。当時、毛沢東の主導による大躍進政策が始まっていた。独自の方法による鉄鋼の大増産や農業の集団化を進めた。感染症に対しても大規模な疫学調査が行われ、大衆を動員して寄生虫を媒介する巻貝の駆除に努めた。他の感染症についても発生が確認されれば、当局はすぐに軍隊を動員して患者を隔離し、おおむね封じ込めに成功していた。中国各地の公文書館を精査したフランク・デイケーター氏によれば、各地の共産党委員会の文書には、伝染病に関する記述が少ない。ただし、病気について触れる場合の決まり文句があった。栄養不良による浮腫で亡くなる人が多かった。デイケーター氏は結果的に大失敗に終わった大躍進での死者を約4500万人と推計する。大半が餓死者である。毛沢東の大飢饉、創始者文庫。習近平政権が新型コロナ対策を理由に、中国最大の経済都市上海をロックダウンしてから1ヶ月近くが過ぎた。感染者のほとんどが無症状だというのに、ゼロコロナ政策を変更するつもりはないらしい。市民の多くは食料の調達もままならず、真偽不明ながら餓死者が出たとの情報もある。新規感染者の確認が続く首都の北京でも、大規模な PCR 検査が始まった。ロックダウンを恐れる市民が買いだめに走っている。習氏が尊敬してやまない毛沢東は、自らの政策に固執するあまり大きな悲劇を招いた。同じ轍を踏もうとしているのか。令和4年4月27日水曜日、三経経の音読を終わります。今日の表題は、同じ穴のムジナかと決めました。軍隊派遣してでの防衛ですかね。ゼロコロナの政策がなんかおかしい。一人でも、そこの地域の人が一人でも出たら2週間のうちに、また一人でも出たら追加でまた2週間というような感じで、外に出られないので食料調達もできかねるというニュース等が出ています。ちょっとおかしい政策ではないでしょうか。以上です。本日もありがとうございました。